今ねどこにいるかっていうと、ブラジルのホストイガスにいます。ホストイガスの、ホステル泊まってるんだけどね、なんかもともとホテルだったような感じのところだね。めちゃめちゃ綺麗です。こんなに綺麗なホステルって久々なんだけど、CLH スイートズホストイガスホステルということで、4つベッドがあります。ただ4人部屋なんだけど、俺1人しかいない2日間ね。今日なんか延泊したら移動しないといけないということで、チェックアウト17時前にして、その後2時以降にまたチェックインする感じなんだけどね。まあこんな感じでベッド、普通のベッドです。で、あとはそこのところでロッカーがあるんで、ロッカーを、利用することができます。でまあ景色がね、まあ、これからですね、見ることができるんだけど、なかなかいい感じの景色です。街の割と旧市街の中心ですからね、便利なところにあります。で向こうがシウダデルエステということで、パラグアイの方が見えるんだけど、川があってね。で、あとこっち側、こんな感じでね、トイレがあります。でシャワーということで、まあ、非常に綺麗なホステルということでね、共用の間も1階にあってね、日本でいう2階にあって、すごくいいところなんで、ぜひとも1泊いかがだっていうと、1泊15ドルなんで、まあ、1650円ぐらい、朝食なしでね、朝食含めるとプラス3ドルなんだけど、他のホステルだと結構10ドル以下のも結構かかったりするんだけどね。ただまあ、少し快適さを求めるホステルであれば、ここをお勧めしたいと思います。結局一人で利用したんでね、15ドルと満足しました。